どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA が国際線の減額マイルキャンペーンをですね発表いたしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 ANA マイルを使った特典航空券の国際線の減額マイルキャンペーンがですね、おそらくこれね3年ぶりぐらいかな。2019年にはねチェンナイとかそこら辺の減額マイルキャンペーンあって、それを解説動画ね出した記憶がなんとなくありますので、多分ね3年ぶりぐらいだと思うんですけども、今回ねハワイ路線で減額マイルキャンペーン来ているっていう風になりますんで、今までねマイルね貯めてこられてなかなか使えなかったっていう方がね多いと思うんですけども、今回ねキャンペーン来ましたので、で私ね実際に調べた感じだとですね、ハワイ路線っていうのは ANA マイルのねこの人気路線の中でも一番人気路線なんですよね、ハワイ路線って。ですんでキャンペーン来たところで、全然取れないんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけども、先ほど調べたらですねまだね全然空席ありますので、もしね利用されたい方はですね、ひとまず、この動画ね後から見直してもねそんなに内容変わんないかななんていうふうに思いますので、先にねポチポチやって予約してからでもねいいのかななんていうふうに思います。特典航空券ということで枠がありますんでね、いずれにしてもですね利用される方はですね早めに予約ねしていただければなと思います。それではね内容入っていきたいなと思うんですけども、公式サイトねこういった形になります。ホノルル線限定マイルでハワイを楽しもうということで、ANA 国際線特典航空券減額マイルキャンペーンということで、いやねこの国際線で本当にねこの響きがね聞けるっていうのはね本当に久しぶりですね。ではね予約期間なんですけども、2022年の6月の20日17時からですね、2022年の10月25日23時59分までこちら予約期間っていた形になります。で搭乗期間なんですけども、2021年の7月の1日から2022年10月の29日までっていう風になります。で今回ね減額マイルキャンペーンの対象になっているクラスなんですけども、エコノミークラスとプレミアムエコノミークラスっていう風になりますんで、ちょっとエコノミークラスはちょっとって思ってる方もね多いかななんていう風に思うんですけども、プレミアムエコノミークラスもね利用することができるっていう風になりますんで、これはねかなりいいですよね。で必要マイル数なんですけども、一覧がねこういった形で公式サイトに載っておりまして、ちょっとこれに沿ってね解説していきたいなと思うんですけども、まずエコノミークラスですね、羽田成田からホノルル路線ですね、通常のマイルがレギュラーシーズンだと往復4万マイルで、ハイシーズンだと4万3000マイルなんですけども、今回ねキャンペーンということで往復でレギュラーシーズンで2万8000マイル、ハイシーズンで3万と100マイルでねこちら往復することができます。でこのレギュラーシーズンとハイシーズンのね期間の違いなんですけども、こちら上の方にねちょっと細かく出てるのはですね、ちょっと拡大してここら辺に出しておきますけども、レギュラーシーズンっていうのは7月の1日から7月の21日、また8月の22日から10月の29日で、ハイシーズンっていうのは7月の22日から8月の21日っていう風になっておりますんで、この期間によってですねレギュラーシーズン、ハイシーズンということで、必要マイル数ねそこまで変わんないんですけども、2000マイルちょっとぐらいねこのレギュラーシーズンとハイシーズンで必要マイル数異なってくるっていう風になりますんで、できるだけお得に行かれたい方はですねレギュラーシーズンをね選んでいただければ少ないマイルでね利用することができるっていった形になります。でですね、行きはエコノミーで帰りはプレミアムエコノミー、行きはプレミアムエコノミーで帰りはエコノミーみたいなね、クラス混在みたいなねこういった場合もね利用することができるっていう風になりますんで、行きにねレギュラーシーズンのエコノミークラスで、帰りをレギュラーシーズンのプレミアムエコノミークラスの場合はこちらね必要マイル数がね半分になった合算っていった形になりますんで、キャンペーンマイルだとですねエコノミークラスのレギュラーシーズンが往復で2万8000マイルっていう風になりますんで、これの半分ですね1万4000マイルと、プレミアムエコノミーのレギュラーシーズンだと4万600マイルっていう風になりますんで、これの半分の2万と300マイルでね利用することができるっていう風になりますんで、これを足していただくとエコノミークラス帰りプレミアムエコノミーだと3万4300マイルでね利用することができるっていった形になります。こちらに関してはですね、こういった使い方もね利用されたい方もいらっしゃるかななんていう風に思いますので、ここら辺はね柔軟に利用することができるっていった形になります。またね今回のこのキャンペーンですね、海外発のね旅程も対象っていう風になりますんで、こちらホノルルから東京の往復っていうねそういった使い方もね一応できるようになっているそうですので、もしねハワイに何かのタイミングで行って
日本に行ってでまた帰るみたいなね、そういったね使い方もね一応利用することができるっていった形になります。まあこういった形になるんですよね。まあレギュラーシーズンのエコノミークラスであれば往復2万8000マイルっていう風になりますんで、かなり少ないですよね。これ4人家族とかで行っても11万2000マイルで4人分ねエコノミークラスにはなりますけども、取ることができるっていう風になりますんで、これはねかなりいいですよね。それでは次にですね、注意事項行きたいなと思うんですけども、まず今回のキャンペーンは出発の96時間前までね利用することができるっていう風になりますんで、日付にすると4日前までにね発券する必要があります。またですね、今回のこのキャンペーンは ANA の減額マイルキャンペーンっていう風になりますんで、コードシェア便であったりですね、ユナイテッド航空とかもね東京からホノルル飛んでると思うんですけども、そういった他社のね運航便が入っているものに関してはキャンペーン適用にならないっていった形になります。またですね、特典航空券っていうのは冒頭にもね言ったと思うんですけども、枠がありますので、こちらの枠はね埋まってしまったら、まあ、利用することができないっていう風になりますんで、利用されたいっていう方はですね、できるだけ早めにね空席確保していただければなと思います。それでは次にですね、実際ねちょっと空席どんな感じなのかね調べさせていただいたんですけども、8月はですねやはり予想通りということで、もうかなりね埋まってきております。で埋まってきてはねいるんですけども、まあ、探せばねまだ空席見つけられるっていう風になりますんで、利用されたい方はですね早めに検索ねしていただければなと思います。9月以降に関してはですね比較的にね余裕がある感じっていう風になりますんで、まあ夏休みとかね9月とか10月とかにね移動できそうな方はですねちょっと移動していただいてですね利用するみたいなね、まあ、そういった感じでもねいいのかななんていう風に思いますので、まあいずれにしてもですね枠があるものっていう風になりますんで、まあ、できるだけで早くね検索してみていただければなと思います。で私がねちょっと簡単に検索させていただいたんですけども、まあ、こういった感じですね。8月の19日の金曜日出発の8月の27日帰りですね、これねフライングホルのエアバス380ね飛行機なんですけども、往復ねエコノミークラスでこういった形で、ね、予約取ることができます。まあ知ってる方ね多いと思うんですけども、まあこの画面まで行けてるっていうことはもうこのままねこれで発券することができるっていった形になります。で必要マイル数がですね2万9000と50マイルということで、まあこれでね往復することができます。で残念なお知らせっていうわけじゃないんですけども、私の動画でねかなり言ってると思うんですけども、今ね燃油サーチャージが非常に高いんですよね。はい、非常に高いです。今ね過去一番高くなってて、さらに8月からね値段が上がるっていう風になっているわけなんですけども、今ねめちゃくちゃ高いんですよね。ですので燃油サーチャージはこれはもうね目つぶっていただくしかない感じですね。もしね利用される方はですねこちらねぐっと飲み込むしかないっていった形になります。金額はね出てると思うんですけども、こちらね往復で2万9000と50マイルでね利用することができるわけなんですけども、まあ、燃油サーチャージね6万と680円がねかかってくるっていう風になりますんで、これもね残念ながら1人にかかってくるっていう風になりますんで、これ4人家族で旅行したら燃油サーチャージで24万ぐらい飛んでいきますんで、まあこの点はねちょっとどうしようもないかなっていうところですかね。でまあこんなにお金を払うんだったら現金のね航空券はどうなんだと思って、現金の方の航空券もちょっと調べたんですけども、まあ今ねホノルル路線っていうのはセールをやってるんですよね。でそれもありまして、もうね安い運賃っていうのは全然検索ヒットしてこないんですよね。で予約変更がねできる、まあ、上位クラスのエコノミーとかねそういったものはヒットするんですけども、まあ、そこらはね本当に平気で50万とかしちゃうんで、まあハワイにねこの期間に行かれたいっていう方はですね、まあここら辺はね飲み込んでいただくしかないのかなっていうところですかね。まあちょっとね燃油サーチャージは高いですけども、まあ、必要マイル数はねかなり少なくなっているっていう風になりますんで、まあ利用されたい方はですねぜひね早めに予約ねしていただければなと思います。で今回のね減額マイルキャンペーンがどういった感じでね適用になるのかっていう話なんですけども、予約画面ね検索していただくとこういった形でですね、一番上の方に特典種別選択ということで ANA の特典キャンペーンと一つねもう一つ ANA の普通の特典、まあ右側ね本来の普通の必要マイル数なんですけども、左側ね ANA の特典キャンペーンということで、こちらでねキャンペーンが適用されているのがね確認できるかななんていうふうに思いますので、まあ最終画面でですねまた必要マイル数はね出てくるんですけども、一応こういった形でね利用することができるっていった形になります。またね今回のこの減額マイルキャンペーンはインターネット限定のキャンペーンというふうになっておりますんで、デスクに電話して発券してもらうとですねこちら通常のマイルが落とされるっていうふうになりますんで、多分ね教えてくれ
れるとは思いますけども、このインターネットで発見しなきゃいけないっていうところはですね、覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、約3年ぶりのね ANA 減額マイルキャンペーン国際線がね来ましたので、今回ね解説させていただいたわけなんですけども、いやー嬉しいですね。やっと来たかっていう感じですよね。まあ、先日ね JAL がフライオンポイント2倍キャンペーンを発表しまして、 JAL のフライオンポイント2倍キャンペーンとか ANA のねプレミアムポイント1000ポイントのキャンペーンやっておりますけども、JAL はねこの前発表した時に国際線を入れてきたんですよね。国際線登場していただいてもこのフライオンポイント2倍にしますよっていうねキャンペーンなんですけども、ですんでやっとね国際線のキャンペーンが JAL できて、で今回ね ANA の減額マイルキャンペーン、しかもハワイ路線っていう風になりますんで、いやねかなり待ちわびてた方もねいらっしゃるかななんていう風に思いますので、ぜひねこの機会に利用してみていただくのもねいいのではないのかなと思います。ちょっとね燃費サーチャージがね非常に高いんですけども、2年以上ね海外に行けてない方もね中にはいらっしゃるかななんていうふうに思いますので、あの燃費サーチャージちょっと高いですけどもね、この部分はねぐっとこらえて利用していただければなと思います。またですね、燃費サーチャージ高いですよっていう話をさせていただいてるんですけども、今ね燃費サーチャージ高いですよね。でこれの切り替えが7月の31日まで今燃費サーチャージの高いのが継続っていった形になります。でこれは燃費サーチャージっていうのは2ヶ月に1回改定が入るんですけども、なんとね8月に改定が入って、まあこの値段維持されるのかなと思ってたらさらに上がりますので、もしこのねキャンペーンで利用されたいっていう方もですね、こちら8月1日以降に発券するとさらに高い値段で燃費サーチャージかかってくるっていう風になりますんで、もしね利用されたい方はですね、ぜひね7月末までにね予約ねしていただければなと思います。この燃油サーチャージっていうのは搭乗日のね基準で算出されるのではなくてですね、発券するときにね払うっていう風になりますんで、発券した時の燃費サーチャージの額でね決まってきますので、この点はねご注意いただければなと思います。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。